次で最後の曲になるんですけど、ありがとうございます。本当に嬉しいです。もうなので、はい、最後まで楽しんでいっていただければなと思います。では聴いてください。ティクタクティク。
とねトークの方なんかしちゃいたいなと思ってるんですけども、はいはい、若いですね、若い、若い、足出しちゃって、お腹まで出しちゃって、ちょっと今日ね、隠しまくってますよ。大丈夫、寒くない？え、でも動いたから全然今、ね、はい、すごい若さですね、これは確実な若さ。ちょっと楽屋で対抗意識燃やしましたよね。これやべって出てやろうかな。やめろ止められた全力で、はい、いくつなの？もう今2人が高校1年生で、私が高校2年生、16ってこと？5でかいでかい。15歳と16歳そうですね。じゃあちなみにだけど、コーヒールパンのお二人、はい、いくつだと思う？じゃあまず俺からサッチーなんですか？いいよ、当てにいっていいよ。ガチで当てにいっていいよ。ほら今出たの23え？だそうです。えどっちの絵ですか？逆に皆さん何歳に見えてるの？もうちょっと上かな？35？私は28ぐらいかなと思う。なるほど。じゃあまあ正解先言っちゃいますか？はい、正解は31です。あー、へー。いや、妥当だ、妥当だ。へー、そうなんだ。そうなんだ。じゃあこっちに行きましょう。あきひろさんは、あきひろは西原さん26? 26だそうです。あ、じゃあ下に見えるってこと？あ、でも下に見えます。あ、26。皆さんもそう思いますか？ぐらいですかね。下に見える。まあ、うんうんっていう方も。なるほどね。じゃあちょっと正解の方発表してもらって、はい、36です。ほら、そうなるでしょ。僕も見えるよね。ありがとうございます。ちょっと待って、お父さんいくつ？45。あ、よかった。あ、よかった。よかった。いやけど僕も子供の でも全然おかしくない。あ、20歳ぐらいで産んでれば確かにいいわけですよね。ちょうどおかしくないですね。私も楽屋で初めて年齢聞いた時、マジでびっくりして。ありがとうございます。若いですよね。見えます。君よりも若くは見れるようですね。うん、それは嬉しいです。みんなの反応見る限りそうですよね。クイズだったようです。そうなんかね、昨日ね、あのアイドルステージもあって、はい、毎日あったんですよね、きっとね、はい、2日目もあの夜やって、はい、すごかったのよ、はい、その時にアイドルの皆さんがこう挨拶するわけ、はい、なんかこう、なんとかですって言うと、みんなから、はい、私は野中みちこですって言ったら、みちこーみたいな、はい、そういうの作ったよ、さわちゃんと。あ、いいじゃない。作る？じゃあちょっと先輩がお見本にしてるから、はい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 、じゃあちょっと平岡さん責任お願いします。なんで俺なの？俺、はい、先輩じゃない。アイドルじゃないけども、デブの先輩、あ、ごめんなさい、デブの先輩、デブって言ってます。デブの先輩、じゃあ先輩の、はい、よく見ときなさい。はい、サチオって来るかな。皆さん、サチオね、サチオ。皆さんこんにちは。胸は F カップ、お腹は G カップ、コーヒールンバサチオです。サチオ。ノーリアクションもう。みんな言ってくれるからってやったのに、誰もあなたの求めてないんですよ。面白い。本当、私は面白かったんですけどっていうか、あなたそれ何考えてたの？いやいや、こういうこともあるかなと思って常にストックは持っとかないとね。私はこの後半の午後のアイドルステージの終わりでもやります。やりますから。私もやってますから。おい、やってみたよ。だからさあちゃんたちも考えてた方がいいよね。考えます。考えて、絶対考えてよ。はい、絶対考えます。おじさんみたいにはならない。ただ絶対ちゃんと返さないね。はい、というわけで以上、サービスリレーの皆さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。バイ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 。ありがとうございます。バイバイ。じゃあね。うわ、背中やば。え、背中やば。背中取りました。触る。あ、大丈夫ですか？うわー、すげえ。はぁ。